この番組は再生リスト形式です。次にご紹介するアーティストはたまたま私の TikTok でおすすめされたガラリ。ほんの数秒の動画だったが才能がキラリと輝いていた。律儀にデビューが決まった DM まで送ってくれた。高い人間力とセンスのいい音楽の才能を発揮し順調にファンを獲得している。ガラリの生活もガラリと変わり始めたのでは。それでは今回はこうなったか、フルバージョンのエスケープをお聞きください。